Q-5、Q-5 は中国の南章引き製造講師で開発された攻撃機である。輸出名は A-5、NATO コードネームはファンタン。ミグ -19 ファーマーの中国型である J-6 から派生した機体であるが、エアインテークが機体両脇に移されノーズ高音に簡単な即興レーダー、電波コード系、広報用電子機器を格納している。 さらに胴体を4メートル延長し、機内爆弾層を増設したり、エリアルールによる速度性能の向上、及び搭載量増大を目的として変更が加えられているため、外見が大きく異なっている。ベースとなったミグ -19 は、爆弾などの搭載量は小さく、戦闘爆撃機として使用できなくもないが、ドッグファイト用の戦闘機としての使用例が多い、機体である。 そのため当初西側ではこの機体を中国が独自に開発したミグ -19 からの発展型の M2 級戦闘機ではないかと推測していた。これは中国が J-7 戦闘機を生産していたことが知られなかったことにもよる。機種にレーダーを搭載した戦闘機型も実際に計画されていたものの実現には至らなかった。空対空ミサイルサイドワインダーを 装備可能とした派生型は存在するが、この程度の自衛能力を備えた攻撃機は他にも存在するため、戦闘機には分類されていない。ミグ -19 をベースに開発されたため、搭載力の低さ、エンジン寿命の短さ、頻繁にオーバーホールが必要というミグ -19 の欠点もそのまま引き継いでいる。しかし、中国にとっては他に買える機体がなく、1機近く、 生産されており、空軍と海軍で運用されている。近年まで改良型の開発と生産が続いていたが2012年10月に最後の9-5が空軍に引き渡され、1968年から続いた44年間の生産がすべて終了し、後継機である JH-7 への代替が進められている。9-5は、 長らく複座型が存在していなかったが、2004年に複座型の 9-5J が発表されている。同期は9-5同様に通常爆弾などの武装も可能であり、次期高等練習機として中国空軍での採用を狙っていると言われる。また、2017年5月現在、ミャンマー空軍が複座型の9-5を運用している。 ソ連のミグ -19 ファーマーを J-6 としてライセンス生産を開始した中国は J-6 に大幅な改造を施して独自の作戦機を作る研究も行った。中国の文献によれば基礎研究を開始したのが1958年とされており J-6 の生産開始も1958年なので生産開始と同時期に すでに発展型の研究が着手されていたことになる。しかし、1961年には、この研究に基づく試作機の製造計画は一旦、キャンセルされた。ただ、作業全体が中止となったのではなく、引き続き、少人数のメンバーで研究は続けられ、1963年には、プログラムは復活した。そして、試作機が製造され、 1966年6月4日に初飛行している。1979年1月に中国は空軍の演習などを収めたニュースフィルムを公表し、その中には本機の様々な映像が収められていた。これ以降、中国ではこの機体に関する情報を出し始め、その結果、機体は J-6 を攻撃専用機に改造したもので、 名称も強撃5型であることも明らかにされた。さらに、機体形状の大幅な変更は、空力特性を改善して、速度性能の向上を目指したものであることも判明している。いずれにしても、1965年に完成した9-5は、直ちに量産化が承認された。しかし、兵器等再能力、燃料系統、油圧系統など、あらゆるシステムで、 さらに改善が必要であることも判明し、1969年10月まで開発、試験が続けられている。空軍部隊への引き渡しは、1969年12月に始められた。シャッフルゲーム出演作バトルフィールド4中国軍で、9-5ファンタンの名称最高一家、5甲府豚は44年生、CABG 青木義とも、戦闘記念館。 ジェイウィングス特別編集、イカロス出版、2013年3月、2013から2014年度版。ISBN 978から4から863207035。ありがとうございます。